2つ目のキーワードこちらになります。じゃんじゃん小学校の同級生がモーグルでワールドカップへ。はい、なんかすごいキーワードが出てきましたが、はい、子供の頃からやっぱずっとスキーやってたんですか？ですね、やってたというと実は北海道の人の、まあ、札幌の人のスキーやってるっていうのっていうのはかなりね、はい、レベルが高くなるんですよ。ああ、そうですか。基本的にやるじゃないですか、まあ、スキー授業で。授業で大体みんな滑れますからね、うんうん、そうそう、スキーを滑るのは普通っていうところが、うん、まあ、最初の出発点なんで、はい、スキーをやるっていうイコールかなりこう本格的にやってる人のことをスキーやるっていうんですよね、うん、はい、そういう意味で言うと僕はやってなかったのかもしれないですね。で、小学校の時、まあ、ちょっとね短期のスキースクールみたいなのをちょこっとこう、はい、通ったことはあるんですけども、はい、チームとかに入っているわけでもなかったし、本格的に取り組んでたわけではなくて、まあ、一般の本当に何て言うかな、スキーヤーの一人だったんですよね、うん、で実は小学校から8年間、全然違うスポーツ、はい、最初は空手を8年間やって、はい、で途中中学からちょっと体と重なりながら、バレーボールを高校3年生みたいな。もともとだからスポーツはね、何でも好きなんですね、はい、うん、スポーツは大好きでやってたんですけど、あ、まあ、スキーはですね、本格的にやらなかった、やりたかったんだけど結局やらなかった部分もあるんですよね、うんうんうん、それで、でもね、その小学校の時滑ってたような、うん、中で明らかにその時は僕の方が上手かったんじゃないかなと思ってたような、友達とかが、はい、高校になって、はい、まあ、その時は同じ学校じゃないんですけど、風の噂に聞くと、モーグル競技でワールドカップに行ったとか。小学校の時にモーグルでワールドカップ行った、はい、小学校の時はオイラの方が上手だったのに、平田君、そう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 、オイラの方が上手だったのに、なんだと、そうそう、ワールドカップってなんだと、ワールドカップってなんだと、僕その時バレーボールで、まあ、それこそ地区予選だとか、ね、ようやくそこ勝ってとか、そういうような感じの世界ですよ、はい、ね、しかも高校生の中で地区予選でとかっていうような世界と、かなり頑張ってる方でした、頑張ってましたよ、それ地区予選ですよ、うん、それがワールドカップって何よみたいな話ですよ全然レベルが違う、高校とかそういうのを通り越して世界と戦ってるっていうのを聞いて、うん、もうすごい驚きと、うん、なんか自分もスキーやりたかったっていうのがなんかこう、うん、すごくこう、うん、俺らだってね、できたのかもしれないっていうなんかね、はい、気持ちがこうもや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 がね、こうずっとあったんですよね、はい、でもその高校時代は、まあ、その時まだバレーボールやってましたから、うん、ずっと続けてて、はい、で大学も、まあ、地元の大学行ったんですけども、はい、そこでまあ、バレーボール一回やめちゃったんですよ、ね、やめて、うん、バレーボールそのまま続ける選択肢もあったんですけど、うん、まあ、身長170センチぐらいしかないんですけども、それで頑張ってやってもまあ知れてるなってなんかついついその時は思っちゃったんですよ、まあ、バレーみんな大きいしね、大きい中で、まあ、ある意味その時ちょっと弱気でしたね、あ今思えば、うん、知れてるなと思って一回やめたんですよ、でやめてしまったら今度なんかこう真剣に取り組むスポーツがなくなった瞬間になんかポカーンとこう心のなんか真ん中に穴が開いた感じになっちゃって、うんうんうん、でなんかずっとこう高月病みたいな状態でポカーンとしてたんですよ、はい、はい、私スキーに行っちゃってもうバレエがどうでもよくなっちゃったかと思ったら、そのちょっとのバレエをやめて、はい、ちょっとポカッとこう心に穴が開いて、開いてたんですよ、それで思い出したみたいな感じですか。でそのポカーンとなった状態で夏を過ごして、はい、その時大学の例えばサークルとかで、あ、まあ、楽しそうにこうね、みんなでこういろんなイベントやったりとかするんですよ、サークルに入ったわけですよ、はい、そうしたらなんかねお友達ごっこにしか思えなくて、あ、まあ、体育会系ですか、ね、言葉は悪いですけど、その対してそんなに本当にリスペクトしているわけでもない先輩のなんかこう、先輩こんな感じだったりとか、はい、そんなにこう深い信頼関係で結びついてない友達となんか過ごしたりしてることがなんか、うん、そんな生ぬるいのはオイラ環境として、うん、なんか違和感を感じたんですよ、うん、オイラ体育会系バリバリできましたから、そう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 、はい、そうなるとなんかつまんなくて、それもなんかあんまりいかなくなって、うん、そんな時にふとスキーのことを思い出したんですよ、うん、で当時まあ、スキーはすごく人気がまあ高くてですね、うん、すごく流行ってたんですよ、はい、でまあ、それ憧れてたしかっこいいなと思ったのも一つなんですけど、それこそ小学校中学校ってできなかったモヤモヤを何とかしたいという気持ちが強くなって、うんうん、でこれは自分もやっぱり、ね、このモヤモヤをそのままにしていくんじゃなくてやっぱスキーやろうと思い立って、はい、じゃあどうやってスキーすればいいかなって時に
せっかくやれたら上手くなりたい、うん、なおかつあまりお金かけないでできる方法があればと思ったら、はい、まあ、それこそスキースクールのアシスタントをしながらやるのが、まあ、その自分も上達しながらそのちょっとアルバイトもできてってことでいいのかな、そうですね、確かに、はい、うん、いうこと で、うん、でいろいろと履歴書を送ったんですよ、あちこち、はい、大体まあ最初はリゾートがいいかなと思って、なんかすごく華やかでいいじゃないですか、そうですね、ちょっとナンパな感じですいません、それで大学生の手当たり次第にね、はい、送ったんですけど、なぜか全部その書類でもうダメだったんですよ、うん、で慌てて地元の、うん、まあ、僕テイネが地元だったもんですから、はい、そのテイネ のハイランドに連絡を取ったら、はい、まあ、ここのスキースクールに連絡取ってくださいって言って連絡取ったのが三浦雄一郎さんのスキースクールだったんですよ。そこが出会いなんですね。そうなんですよ。だからよく三浦雄一郎さんのスクールに僕がアシスタントで入って修行しだしたんですけど、はい、それを言うと、あ、なんかその三浦雄一郎さんに憧れて入ったんだねって言われるんですけど、うん、実はすごく失礼なんですけど、最初はそういうわけではなくて入り口はそんな感じだった。入り口は違ったんですよ。そういう感じで流れ着いた感じで入ったんですけど、うん、入ったら入ったで、うん、今度先輩たちものすごいやっぱレベル高かったんです。はい、いろんなね、ジャンル、例えばモーグルの当時そうですね、ワールドカップに出てる、はい、方たちもいたし、はい、それこそエアリアルをやってるとか、その基礎スキーっていうスキーで、その活躍してるデモの方もいたし、レースをやってる方もいたしってことで、その先輩たちにものすごい人たちがいたんですよ、はい、その中で自分も体育会系なんでもう負けたくないわけですよ。なるほど、負けたくない。特にすごくこう昔体育会系は上下関係があったんで、先輩に少しでもこう認めてもらうためにはやっぱりね、うん、まずしっかり努力して自分の実力も認めてもらわないので、まあ、話もできないっていうような状況だったんで、とにかくもう滑りまくって、はい、リフトの上でおにぎりをかじるみたいな感じのストイックにひたすらその小学中学高校と滑れなかったその穴を埋めていくみたいな感じで滑りまくってましたね。それで、まあ、最終的に大学で、まあ、就職をするかしないか迷った末に、はい、自分はやっぱりこの自分がこれ以上ないと思えるスキーにもって出会えたし、うん、これをもっとこう、まあ、学生だったらどうしてもやっぱ学生の時間もあるし、うん、全て 100% 注ぎ込むってのができなかったんで、はい、全てそこに注いでみたいなっていうところ、ね、はい、で、もっとスキーどっぷりになろう卒業後はみたいな。そうなんです、でそうなるには実はですね、一つもっと大きなきっかけがあって、はい、実は大学2年生の時かな、うん、先輩に誘われて、ロシアの、うん、当時もうまだねペレストロイカになった直後ぐらいだったんですけどロシア の、うん、シベリアにあるバジャール山脈という当時ほとんど誰も足を踏み入れてないような山域があったんですよ、はい、まあ、そこでのヘリスキーに行かないかと、ヘリスキー、はい、いうことを誘われて、うん、それでその先輩がすごく僕はリスペクトしてる先輩だったんですけど、大好きな先輩、はい、言われたんでなんか僕抜擢されたような気分になって、それじゃあ分かりました行きますとかって言って、うんうん、言ったらまあ、ツアー料金言われて払ってくれと言われて、で、まあ、単純に最初推薦人数満たないから、いろんな人誘ってたと思うんですけどまあまあとそれで自分のですねお小遣い貯めたお小遣いというかバイトで貯めたものを全部つぎ込んでいったんですよ、はい、だからその実際行ってみたらヘリコプターでそれこそ360度山ですよ、うん、雪山だらけのところを空の上からどこ滑るってみんなで相談しながら山を決めて降りるわけです。それ全ての山が人類誰も滑ったことのない山です、でその山頂からもうあともう自由にどこ滑るってことを話して滑って、うん、もう山の一番下の滑り切るところまで一気に滑るみたいな、うん、スキーを、ね、何時間か体験して、はい、完全にその大学2年生でそんな経験したんですか。そうなんですよ。もう分からないで行っちゃったんですけど、うん、そこで一気にですね、はい、今までの、まあ、スキーっていうものの価値観が、もう一気にこう何ていうのかな、本当粉々に一回崩れて、うん、で新しいものがなんかできたんですよね、うん、もう帰ってきてからも見える世界も変わっちゃいましたか。完全に変わっちゃいましたね、うん、最初その時はちょっとだけモーグルかじったんですよ、うん、うん、
1年間だけモーグルかじってやってたんですけど、はい、あのモーグルコースってほら四角でこう区切られてますよ ね、 そうですね、こうネットとかこう、はい、コースって感じで、はい、あの区切られちゃってるんですけど、そのロシアで体験したスキーっていうのはもう全くその何て言うんですか、コースもなければ、あの何ももう全て山だけなんですよ。別物です、完全にね。で山と雪さえあればどこでも滑れるんだってことをその時初めて知ったんですよね。そしたらもうスキー場からモーグルコースから見てるのは、うんうん、もう景色として見える、うん、あの遠くの方に見える白い山とか、うん、そんなとこばっかり見出して、うん、そうしたらもうそれ気になっちゃって、うん、この地図をですね広げて、うん、あれはこういう山なんだとか、これはスキー場ないなとか、うん、あそこ行ったらあの滑ってみたらどんな感じなんだろうとかっていろいろ考え出して、でも行くためにはあの山登りもしなきゃいけなかったんで、うん、山のことを自分で独学で勉強しだしたりとかして、それでどんどんワイルドな方に登って滑ってとかってやってると、今度その山のさらに奥にはもっといい斜面があったりとか、なんだこれはと思って、今度はあの最初ね、あの北海道の地図だったのが、はい、広げたのが北海道の地図だったのが、次はあの日本の地図になり、世界の地図になりということで、どんどんエスカレートしていって、それがですね、もう今にまで至ってしまった。今にまで至りました。実際いろんな海外の山々に行くようになるんです。はい、ではそのあたりの話を3つ目のキーワードで伺ってまいります。はいはい、3つ目こちらです。じゃん。